お元気ですか、ボクシミです。今回は横須賀海軍カレーレトルトカレーを食べていきたいと思います。それではね、早速湯煎をして食べていきたいと思います。はい、できました。早速ね、食べていきたいと思います。まずね、レトルトのパックはね、こんな感じでございます。箱とね、だいたい同じでございますね。ちょっとね、ちょっとご飯の量が多かったんですけどね、今日はちょっと綺麗にね、ちょっとね、よとってみました。それではね、いただきたいと思います。ちょっとね、普通のカレーよりもね、若干ね、なんか色がね、明るいっていう感じでございます。ちょっとね、じゃこのね、カレールーにつけてね、だとかね、食べていきたいと思います。いただきます。思ったほど辛くないんですよ。確かね、カレーの辛さは5段階がありまして、分かりやすく言えば、辛くなければ1で、辛口が5で中辛が3なんですが、でこれさっき言ってたように4でございまして、思ったほどね、辛くなくて、どっちかっていうとね、スパイスがすごく強調しているカレーでございますね。で、若干ね、甘さもね、なんかね、私の感じですけどね、甘さもね、ちょっとは出てるなっていう感じがね、気がします。ちょっともう一つね、食べてみたいと思います。ちょっとね、汚くなっちゃいましたけど、ごめんなさい。ではね。やっぱりどっかでなんかフルーツが入ってるのかなって思いますね。例えばチャツネというなんかのジャムのみたいなものが入ってるのかなって感じがね、いたします。で早速ね、これもね、全部平らげていきたいと思います。よかったらですね、こちらのね、横須賀海軍カレーをね、買ってみてはいかがでしょうか。でまたね、こういったカレーレトルトやカップラーメン動画ね、あとは焼きそば、カップ焼きそばも気になったら買って、こういった試食動画も上げていきますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。